ボートレース小村の皆さん、こんにちは。マンスリーボートレースの日村です。九州地区戦もいよいよ最終日ですね。2月14日日曜日、天候が荒れるということもあるので、まあ、直前の当日のですね、気配そのものは大いに注意したいと思います。で、この地区戦で優勝すればですね、3月平和島で行われるボートレースクラシックの出場権をもらうことができますね。まあ、篠崎元選手は出場権を持っています。石橋選手、岡崎選手、松田選手、今村選手が一応権利取り、下條選手がフライング休みに入るので、ここで優勝しても出場はできません。まあ、一応メンバーと簡単なコメントを紹介しておきたいと思います。1号艇は篠崎元選手、しっかりスタートいけば逃げられる足ですよという。ただ一つ気になるのはですね、準優の前の時のコメントで、上の人が一人います、上の人がいるという、僕より強いモーターの人がいるという、この選手が誰かということが一つこの優勝戦を解く鍵になると思います。2号艇が地元の石橋光友選手、順位の日は違和感がありましたという、4日目の足が一番。ただ昨日のレースなんか見てみると、その不安っていうのは感じるようなあれではなかったですね。まあ、全体的にモーターは一番強いような感じがします。何よりも泉選手が優勝しているモーター、おそらく島崎選手が言っているのは石橋選手のことではないかという。地元優勝は13回ありますが、そのうち12回がイン逃げ、2コースの優勝が1回ですね。G1 優勝へチャレンジというところです。3号艇が岡崎選手、今村さんとは一緒ぐらい。まあ、昨日は6コースから脱出戦をうまく生かして、勝ち上がってきましたけども、岡崎選手、権利取りですね、クラシックどうしても出たいという、そしてまた G1 優勝へ、悲願の勝負だと思います。4号艇が松田選手、かかりはレース味良かった、しっかり合わせていきたい、おそらく気象の変化に合わせて、調整するということですね。下條選手、よく乗ってきたんですが、まあ、スタートがですね、やっぱり1本持ってることもあって、やや不安ですかね、まあ、ターン回りで勝負している感じがします。そして6号艇、今村選手、出足の伸びも上位と同じぐらい、まあ、納得はしているわけではないんですが、上位級はあるということですね。まあ、モーター評価からすれば、昨日段階では1号艇、2号艇ですね、そして4号艇、5号艇ですかね、4号艇か、まあ、ここらが上で、岡崎選手、下條選手、今村選手がわずかに落ちるぐらいかなという感じなんですが、それでも十分レースになる足だと思います。で、このレースはですね、まあ、1の2にも昨日の順位と同じなんですが、6号艇の今村選手がどういうコース取りをするか、これ全て尽きると思いますね。で、まあ、下條選手はフライング持っているので、まあ、外に出るとしても、松田選手もこれダッシュは好きですね。で、岡崎選手もダッシュに引いてもいいんですが、入れるかどうか、ここですね、これはもう選択、優勝するためのコースを取るとなると、むしろ今村選手を入れてダッシュを選択した方がいいかもわかりませんね。まあ、一応1、2、6、3、4、5あるいは1、2、3、6、4、5っていうのを想定したいと思いますけども、まあ、1、2、6、3、4、5になった場合ですね、まあ、かなり深いインも覚悟ですね。まあ、篠崎選手は、まあ、昨日のスタートがトンマ10台ですね。で、際どいスタートは行ってないですね。まあ、今節すべて10台以内で、10台、コンマ0台はありませんから、まあ、安定したスタートということでしょうね。で、石橋選手、モーターが出てます。これは2コースから、やっぱり今度は張り込んでいく。で、差しになる。今村選手は、まあ、いい方のレースもするんですが、基本的には差しですね。まあ、個々の進入が深ければ、岡崎選手がスタート行ってまくり出してる展開もある。まあ、モーターの力で1221ですね、あるいは1331、これに全速で回す松田選手で、まあ、下條選手の、まあ、3着かなっていうのもあるかなという感じなんですが、まあ、下條選手にしてみれば、大村はですね、新 A リーグ戦で2回優勝してるだけ、あまり実績はないですね。まあ、それも新 A リーグ戦の1コースで優勝してるだけなんで、まあ、ここで一つ G1 を取りたい、地区戦の名前を残したいとこなんですが、やはり地元の石橋選手、そして総理杯の権利が欲しい、出場権、クラシックの権利が欲しい岡崎選手ですね、この2人をどういった裁きをするか、やはり相当早いスタート行かないと厳しいと思います。